馴馴染染みみますね馴染みですねか <laughs> <laughs> どうですか、横に赤い風船とプーさんがいますけどねえいや、あのー、このプーさんが今日取材で一日ずっと,と,と隣というか近くにいたんですがこちらの気分によって怒った顔に見えたり笑った顔に見えたりするのがちょっと不思議で今は今はなんかねちょっと緊張してるんじゃないのかな、ね。はい <laughs> 声優さんとは大変なんですね大変なんだなと思いましたあ<の>口に合わないんですよね普通台本見てたら口見えないですもんねで口見てたら台本が見えないから <laughs> でも声優さんこうやってやってるんですよね両<あ>方見てるんですよ大河 <laughs> ドラマで高木渉さんとご一緒させていただいてういう高木渉さんはすごいんだなと思う <laughs>、はい、改めて思いました <laughs>、はいうん、あの ちょ,ちょっとね予告編もご覧になっております絶絶妙にぬいぐるみ感が残ってるというか <laughs> まあ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 、はい、そうで、ね、なんて言ったらいいのにいぐるみが喋ってるよねも,もっと生き生きとしたりとかもっと滑らかにしたりとかこんな発言して怒られちゃうのかもしれませんけど <laughs> も,もっと何かあってもそれはそれでありかなと思ったんだけど <laughs> あの昨今の CG 的なものですよねそうそうそうもっと生き生きとしたりい,い。だけどうん 本当にぬいぐるみが集まってる少,少年がぬいぐるみと本当に喋ってる時のあの感じをうまく残してる感じがして僕はそのなんかちょっと最新技術を使ってちょっとアナログを残すって結構難しいことだと思うんですよそれにチャレンジしてるってのは素敵だなと思いました鼻息ついちゃった。<laughs> どんな遊びをちっちゃい頃していたかっていうのを、あのー、思い出したんですが粘土遊びが結構好きで粘土遊び、うん、粘土でいろんなのこねてなんかよくわかんないの,あの人形並べててで今あの3つになる子供がいるんですが粘土遊びを最近始めて油粘土があんなに臭いとはいやいや申し訳ない,いや,いやでもそれ気づくことですよねもう忘れちゃってるわけだから。 油粘土の匂いって考えたことなかったんですけどね、ちっちゃい頃は臭かったでしたっけあのね、じゃあご存知ないでしょ <laughs> ないですはい、今度ちょっとね、買ってみてください油粘土ですかあれね、油粘土、ね油,油粘土ってこんな臭かったっけっていうぐらい <laughs> 最近匂いの少ない油粘土ってもあるんですよってことでもやっぱり気にする方いるかんですだからもうみ,みんな臭いっていうのがあったんだけど 僕はでもちっちゃい頃油粘土でずっと遊んでそのままご飯を食べていたような気がするんだがその時は油粘土の匂いを全く気にしなかったんですよじゃあ今お子さんと一緒に遊んでる時にうわっう,うわーと思ってね手を洗いなさいっていう話になるんですがその何の話をしてるんだっけ <laughs> いやいや大事ですよそういうことを油粘土の匂いを忘れてしまっていた自分がいる <laughs> あいや何のクイズ番組だよくわかんないけど。<laughs> <laughs> はい、山をかけたりとか、川に飛び込んだりとか、そんな感じじゃなかったんですか。ね、あ、主にインドア派でしたね。はい、もう年度でずっとやってましたね。年度の声は聞こえなかったけれども、声聞こえてたら、完全にリアルクリストマスロビーでしたけどね。はい、でも、お子さんの話すると、このプート大人になった僕の吹き替えられたってことは、そのお子さんから見ても、おっていう。まだ三つですからね。あの、でも、家族で、あの、拝見しようと思ってるんです。どんな反応するかっていうね。 楽しみであ、ね、まり怖い感じでもしますね。<laughs> はい <laughs>